本日は古代ギリシャの時代に高級売春婦と呼ばれたヘタイラと、その中でも最も有名なヘタイラであるフルネについての物語です。それでは始めていきましょう。古代ギリシャは世界で初の民主主義国家であり、家父長制でした。当時の女性たちの社会的地位は一人の人間というよりは男性が所有した財産に過ぎなかったのです。極端に表現すると奴隷と同じような扱いを受けたと言っても良いでしょう。しかしギリシャだけではなく、その時代には東洋も西洋もほとんどが男性を中心とした社会でした。このような社会的状況の中、一般の女性が自力で富を築くことはほぼ不可能に等しいと言っても過言ではありませんでした。ですから家で家事だけをする女性がほとんどだったのです。さらに古代ギリシャの女性たちは誰と結婚するか選ぶことさえできない場合が多く、一般的には15歳から19歳の女性が30代の男性にお嫁に行くケースがほとんどでした。年が離れている夫と結婚した後は夫の血筋を受け継ぐ息子を産むために最善を尽くさなければならなかったのです。このように女性は幼い年齢でお嫁に行くのが当たり前となり、男性に尽くさなければならない存在であるという認識が自然に植え付けられました。女性の地位が低かった古代ギリシャ、しかしそういった中でも女性が自らの身分を向上させ、お金を稼いで税金を払うことができる職業がありました。それこそがヘタイラです。ヘタイラは売春婦という意味ですが、単なる売春婦ではなく政治、哲学、そして芸術などの教養を備えた女性売春婦でした。主に上層階級の男性を相手にしたのですが、ビジネスのお手伝いをする秘書のような存在と捉えれば良いでしょう。ヘタイラはパートナーの財産を直接管理したり、政治にまで関与し、旅行や出張に同行したりもしました。実際に最上位クラスのヘタイラはその時代の有名な哲学者や政治家のパートナーとして過ごしました。ヘタイラの他にもポルネなどの他の階級の売春婦の女性もいましたが、同じ売春婦でも担当した役割は違います。社会的に受ける認識や雰囲気も天と地の差だったのです。ヘタイラが最上級ならばポルネは最下級であり、接客した客も、そして接客の方法もヘタイラとはかなり異なりました。ポルネは石の上にメッセージを書いて条件が合えばゲストを迎えたのですが、ゲストが来るまでは誰が来るかさえも分かりませんでした。確実に相手を選べたヘタイラとは全く違います。さらにヘタイラは年長の男性とビジネスパートナーになるため、幼い頃から専門的な教育機関を通じて芸に関する様々な教育を徹底的に受け、外見を気にするのも他の売春婦たちとは異なりました。化粧は一般人のように薄かったのですが、唇はカンナの根から抽出した赤い色素と蜂蜜を混ぜたものを使用したのです。さらに眉毛と頭にはペパーミントの香水をかけ、首と膝にはムスクから抽出した甘い香りのエキスを塗ったのですが、これは全て男性を誘惑するためでした。このようにヘタイラは自分の体と才能をうまく利用し、身分の高い男性だけを相手とし、彼らを利用して得た富と業績でギリシャの知識と文化の中心となっていきました。結果的にヘタイラは他の売春婦とは異なり、自分の性格や気分に応じて、また相手の地位によって客を選別したのですが、これはヘタイラという職業の品位を維持するためでもあります。この動画の最後に紹介するフリュネ以外にもう少し有名なヘタイラを紹介すると、ソクラテスの師匠だったアスパシアがいます。アスパシアはアテネの有名な政治家であるペリクレスの下でスピーチの原稿を代わりに書くなど、政治活動に大きく貢献した人物です。アスパシアは外見はもちろんのこと、頭が良かったため哲学者のソクラテスやプラトンなど当時の多くの知識人たちとも交流を深めました。特にソクラテスはアスパシアのことを弁証法とレトリックにおいて最高の師匠と呼ぶほどに非常に優れた女性だったのです。実際にアスパシアは多くの哲学者たちの師匠のような存在であり、プラトンの共演に出るほど素晴らしい人物でした。アレクサンドロス大王の愛人であったフィリスもまたヘタイラとして有名な人物です。1513年ハンスバルドゥンググリーンの絵では男性が恥をかきながら女性の馬となり、お尻を叩かれている様子が描かれているのですが、そこで出てくる男性はかの有名なアリストテレスで、女性の方はヘタイラのフィリスです。絵を見るとアリストテレスの目はすでに恋に目がくらんだようなぼんやりした目つきでいる反面、フィリスは意気揚々とした表情をしています。どうしてこのような絵が描かれたのでしょうか。フィリスはアレクサンドロス大王の愛人でしたが、二人は一日中寝室で時間を過ごすほど愛し合うことに夢中になっていました。そしてその姿を見守っていたアレクサンドロス大王の師匠アリストテレスは、女に溺れたアレクサンドロス大王に忠告します。アレクサンドロス大王は師匠の忠告を受け入れ、フィリスとの関係を断ちました。この事実を知ったフィリスはアリストテレスに復讐を決意し、彼の書斎の前で服を脱いで踊り誘惑を始めました。美しいフィリスのダンスに乗せられたアリストテレスはフィリスに夢中になってしまいます。フィリスは、私と関係を持ちたいのであれば私の馬になれと条件を提示しました。アリストテレスはフィリスに対して目がくらみ、フィリスの要求通り馬となったのです。そうして完成した絵がハンスバルドゥンググリーンが描いたアリストテレスとフィリスです。
これらのヘタイラたちもすごい人物でしたが、最も有名で面白い逸話を持ち、人々がヘタイラの中でも最高の人物として選ぶヘタイラは、神聖視されるほどの美しい体を持っていたフリュネです。フリュネは彫刻家のプラクシテレスがローマ神話に出てくる愛と美の女神であるアプロディーテの彫像を作る際、モデルになったほどの美貌を持っていました。フリュネは紀元前4世紀頃、ギリシャの貧しい農家に生まれました。本名はネサレテで、幼い頃から人々の注目を浴びるくらい、全世界のすべての時代の中で最も美しい女性だったのです。ネサレテは男性中心だった社会状況の中で、財産を築くためにヘタイラとして活動し始めました。ネサレテは本名の代わりにフリュネという名前で呼ばれたのですが、フリュネは引き返るという意味で、強い志を持ち優雅であったネサレテがヘタイラに転落した理由で呼ばれた名前だったのです。フリュネの客は政治家や哲学者など主に資産家たちでした。さらにはアレクサンドロス大王のスパイとして雇われていたこともあります。自分が魅力的に感じた人だけを客として受け入れました。実際に誰もが驚くほどのお金を持ってきたとしても、気に入らなければその場で断ってしまったのです。先に述べた彫刻家のプラクシテレスもまたフリュネを愛した客の一人でした。当時ほとんどの彫刻家たちは主に男性の裸体をモデルとして作り、女性の彫刻像は体の一部を隠して制作されていました。しかしプラクシテレスはフリュネをモデルとして初の女性ヌードの彫刻像を制作しました。これはローマでは有名な話です。余談ではありますが、この時ほとんどの彫刻像が男性をモデルとして制作された理由は、当時男性の体こそが完璧だと考えられていたからです。もっと詳しく説明すると神話と関連するのですが、ここでは詳しく触れないようにしておきます。本題に戻ると、アプロディーテの彫刻像はクニドスに位置する庭園に展示されたのですが、この作品を見るためたくさんの人々が集まって、庭園は観光地となり、プラクシテレスは莫大な収入を上げることができました。そんな中、フリュネはアテネで開かれたポセイドンの祭りで服を脱いで自分をローマ神話の女神であるアプロディーテだと言って海に飛び込むパフォーマンスを見せたのです。フリュネの姿を見た市民たちは賛辞を送り歓声を上げました。しかしフリュネを愛した昔の愛人であり道徳主義者であったエウテアスがフリュネを神への冒涜罪という罪名で告発します。ローマ神話の女神アプロディーテと汚い売春婦フリュネが同じように扱われたという論理でした。そしてフリュネはアプロディーテを冒涜したという罪状で法廷に立たされたのです。フリュネが起訴された後、弁護士であり愛人であったヒュペレイデスはフリュネの無罪を主張しましたが、陪審員たちの表情はすでにフリュネの死刑宣告を待っているかのようでした。当時神への侮辱は最悪の犯罪であったため、このままだとフリュネは死を逃れるのが難しい状況でした。しかしフィルネが有罪判決を受けようとしていたまさにその時、ヒュペレイデスは法廷に飛び込み、フィルネが着ていた服を脱がせ、フィルネの美しい体があらわになります。フィルネは恥ずかしさのあまり即座に顔を隠し、法廷には沈黙の時が流れました。そしてその沈黙を破り、ヒュペレイデスは最終弁論を行います。神がくださったこの美が宗教を汚すなんてありえない。これほど美しい女性を殺さなければならないのかと言ったのです。フリュネの美しさは法廷の雰囲気を変えてしまったのです。これを見守っていた陪審員たちと裁判官はフリュネの肉体に惚れ込んでしまい、呆然と見守ることしかできず、陪審員たちはフリュネの美しさを神聖な存在として受け入れました。その結果フリュネは無罪判決を受けるのです。この世に存在する単語では表現できない、この美しさは神の意志として受け入れるしかない、よってこの女性の美しさの前ではたかが人間が作った法の基準では測れないというのです。つまりは彼女の美しさが無罪を勝ち取ったのでした。古代ギリシャの売春婦ヘタイラとフリュネについての物語、以上僕らの知らない物語でした。